よし、まともにゴールデンウィークだぞ。その通り、メダルを換金してゴールデンをゴールにするぞ。ゴールドにするぞ。え？いや、聞こえてないですけど。いやいやいや、は？暇じゃないよ。あ、手伝いそう、これ。しょうがない、とっとと行って手伝いを済ましてこい。とっとと済ますぜ。ゴールデンウィークだぜ、お前。そんなもうパパって済ますんだよ。悪いね。なんか催促したみたい。いやいや、全然ね、ほんともう、全然怒ってないから、全然怒ってない。さて、次の話題。過去の栄光から一点、逮捕された五人メダリストに一体。やばい。なんか、あれだね。すごい。知り合いがテレビに出てるってやっぱ笑っちゃうね。顔ちょっとウケるな。変なこともあるもんだね。まあ、やっちゃいました。もし一人称もしになりました。いやいや、僕たちっすよ。僕たちがやりました。これどっかで友達がよく会わなくて怖かったけど、やっと体罰がなくなるからホッとしてます。はいはい。すごい、なんか ウケるな。ちゃんとした話なんだけど。体にベタベタ触ってきたりとか。ああ、しょっちゅうあって我慢してました。偉いね。すごいね。えらいっつった俺今。セクハラの噂はあったんですけど、信じる人の方が少なかったっていうか、やっぱり本当だったんだって感じです。やっと安心して学校行けます。おい、リアリティがあるな。リアリティがあるニュースするなよ。やっぱそうだ。お前の学校じゃねえのか？いや、知らないね。知らん、そうらしいね。たく、ちょっと待ってくれ。俺関係ないだろ。あ、俺関係あるんだけど、本当。かもしれねえけど、お前はおとなしくしててくれよ。いいな。はいはい。全然ね、もう大丈夫。もう今後心盗むとか一生しません。手止めんな。なんで怒られてんの俺。まだ頼みたいことあんだからよ。なんで怒られてんの俺。カモシダのせいだ、全部。全部カモシダのせいだ。やれやれ。夜やないかーい。テレビ見たか？ニュースになってたぞ。いいことじゃないけどね。これで学校側も知らんぷりはできねえだろ。私も見た。地方の名前出てなかったよね。出てないね。見てねえな。さすがに伏せるだろ。よかった。ようやくこれでケリがついたんだな。あとは美味しいもん食って、うまいもんかな？流暢的な言い方ね。あとはうまいもん食って、さっさと忘れようぜ。打ち上げ楽しみにしてるからな。絶対がっかりさせないから、楽しみにしてて。うわぁ、ワックワック。もう金メダル換金しよう。まあ、ちゃんと。換金するか、俺がかけよう。俺がかけた方がいいかもな。絶対売りに行くからな。これ今日は、今日は丸一日使ったんだ。はいはいはい。なんか、外行けないんだよな。ちょ、一応ニュース見るか。鴨志田氏は2日の全校集会で生徒への暴力、性的嫌がらせを告白。カリスマ教師によるマスカの行為に失望の声が上がっています。一応開けとくか。なんかうめえもんあるか。うめえもん、うめえもんだらけやったな。あ、そうだ、カレーコーヒー入れますか。コーヒーを入れる男、意外に点数稼ぎじゃないですよ。だろう。うまい。うまい。この味はコクがあり、その奥に苦味があり、その、まるで、あ、ま、まるで、思いつか。うわ。お前の食レポを俺に見せてみろ。この酸味、酸味やったんや。グアテマラ産、しかも SHB。え？それはあれ？なんか、鉛筆の質の話？それとも、
ハイグレード、マスターグレードの話。説明しよう。グアテマラは火山によって生み出された豊かな土壌を持つコーヒー栽培に非常に適した国。栽培地の標高によって豆のランクが、ほう。SHB は標高1300メートル以上の高地で栽培された最上級品質豆のグレードを表すもの。香りに優れ酸味とコク、やば。豆泣かんだろ。泣くか。まあ、豆も泣くわな。人が泣くもの。コーヒーもお前の人生もまだ先は長えぞ。ま、気長にやるんだな。さてと、